達人の道。本日のテーマは音色、音色ではなく音色の達人です。達人の道、本日はクラシックを楽しみましょう。音色ではなく音色と読みます。それではバイオリンとピアノの共演をお聞きください。バイオリニストの石川博子さん、ピアニストの水沼俊和さんと組んでアルバムをリリースしました。プレイヤー祈り、どんな思いで制作されたのでしょう。最初のきっかけはこう自分の今の演奏を残したいっていうのがあったんですけれども、それにプラスして震災の時にやっぱり音楽家は何もできないっていうか、直接何もして差し上げられないっていうのがすごくそういうことに心が痛んで、でやっぱりこう演奏しに行ったりとかっていうのもありますけど、皆さん一番必要としてるのはこう寄付したりとか、そういう面でも何かできたらいいなと思って、で CD の売り上げから寄付させていただきたいなっていう思いもこう重なって、それで祈りっていうタイトルになりました。復興と、あとは亡くなった方へのこう追悼の思いもあります。ピアニストさんはやっぱり震災でそうどちらかというとこう落ち込んでるところにこう元気を与えたいというか、そういうイメージもあるので、こう生き生きとして力強い演奏をしたいなと思ったので、そういうことを大切にしてピアニストを決めました。生き生きと力強く弾くピアニストを探す、これこそが音色に通じることなのです。水沼さんの音が力強くてこう生き生きとしていたので、ぜひ水沼さんにお願いしたいなと思って声かけました。まずやっぱりその一人のピアノを演奏する人間として、共演者をその指名してくださって、私にって言っていただけたことはすごく光栄なことでした。大事にしてることの、たくさん大事にしてることあるんですけど、その中の一つが音色で、やっぱり一番大事にしてる中の一つなんですけど、音楽的な表現とか、あと個性とか、そういうものがやっぱり音色で表現できることってすごく多いと思っているんです。2人で演奏した時に一緒に、何人でもアンサンブルをした時にこもっていくような、こう合わせて人と合わせて行くようなアンサンブルじゃなくって、こうお互いにこう外に向かって音楽を作っていく、それがこう大きく一つの音楽になるっていう、そんな音楽を目指したいので、でそこにやっぱり音色っていうのがす
ごく大きな役割になってると思うので、ピアノの音、バイオリンの音、それからトランペットの音ってこうそれぞれにイメージする音ってあると思うんですね。これがその楽器が持つ固有の音って言ったらいいんでしょうか。でそれを私の中では音色と呼んでいます。それに対して、この同じ、ピアノ、今日こちらにあるピアノも例えば私が弾いた時に出てくる音色、それと私がと同じ曲をもし他の方が演奏された時に、その時に出てくる音の雰囲気っていうのはまた全然違う音の雰囲気が出てくるんですね。バイオリニストや共演者がピアニストを伴奏者というふうに考える人がいて、だから自分の言う通りにさえしてくれればそれでいいという人とはやっぱりやりにくかったっていうところが今まであったんですけども、今回石川さんとのその共演なんですけども、その共演して初めてリハーサルをするというところの前に必ずその共演する作品を一人で演奏する時間っていうのが準備としてあるわけですね。でその時にその作品を自分はどう解釈するのかっていう自分なりの主張や考え方っていうものを、持っていないと多分相手の主張と一緒に絡み合うことはできないと思うんですね。これをもし伴奏と考えてしまったら、おそらく自分の主張とかそういうことも考えずに初めてのリハーサルの時にバイオリニストに、共演者ですねにどういうふうに考えているのかって、それに全面的に協力しますみたいな感じになってしまうと。で、そうするとなんか良くないような気がするんですね。音楽家の個性、それが音色ということでしょうか。しっかりとした基礎に裏打ちされながらも溢れるオリジナルの感性。お知らせの後も。達人の道、音色の達人。音色とは同じ楽器を楽譜通りに奏でたとしてもその作品の解釈などによって違ってくる個性、感性のようなもの。その音色の達人はどう音楽と出会ったのでしょう。姉がですね、河合の音楽教室のグループレッスンっていうんですか、っていうものに、参加をしていて、私は多分3歳か4歳かだったと思うんですけれども、じゃあその一緒についてくっていうふうに聞いたら、ついてくっていうふうに言ったそうなんですね。で、それでなんかそういうものをやるようになるのかなっていうふうに無意識に思っていたのかもしれない。で姉と同じようなことをやっていたわけなんです。幼稚園年長の、夏休みに入るちょっと前の時に、私は小児ネフローゼという腎臓病の一種ですね、それにかかってしまいまして、そこから入院をしたんですね。小学校1年生の2学期が終わるまでだったので、もうおよそ1年4ヶ月ぐらい、入院していたんですけれども、でその入院しているそのベッドの上でですね、安静をしなければいけない病気だったんですけども、少し物を書いたりとかテレビを見たりとかしていいぐらいまで来た時に、多分暇を明かしてなんかその暇つぶしだったと思うんですけども、五線紙の上にオタマジャクシのようなことを書き出したみたいなんですよ。でそれがなんか作曲というか、音楽をするっていうことの発端というか、そういうのがあったようなんですね。水沼さんが幼い頃に作曲した作品がノートにたくさん詰まっています。音楽にこれほど使ったのはどうしてなのでしょう。もしかしたらその病気をしているその自分に対して音楽っていうものがなんか癒しを与えてくれるっていうのを、癒しとかいう言葉は分からない時期でしたけども、そういう感覚があったのかもしれません。でこういうものを人に与えられるっていうのはすごいなって無意識に思ってで、そういうものをやりたいと思っていったと思うんですね。いつはっきり意識したかは分からないんですけども、将来的には音楽を仕事にしたいとは思っていました。私の両親ともバイオリニスト で気がつかないうちから多分バイオリンを与えられて、私 こんなちっちゃな母の知り合い の楽器作りの方が作ってくれた、今32分の1っていうバイオリンなんですけど、それを多分おもちゃのようにして使ってだと思うんですけど、もう本当自由に何かこう弾きながら歌を歌うとか、
そんな感じでした。物心つく前からバイオリンを持ち、自由に楽しく弾いていた石川さん。そしていつしかそれは毎日の練習へと変わっていきました。19歳からウィーンに行ったんですけど、大学は一応休学っていうことでウィーンに2年間行こうと思ったんですけど、結局8年いることになっちゃったんですが、多分ゆっくりな感じがにハマっちゃって、外国でこう知ってる人とかもそんなにいないし、通うのはお家から学校までで、本当にバイオリン漬けでしたね。レッスンは週に3回あって、なのでレッスン行ってまた帰ってきて次の練習をしてまたレッスン行ってみたいな感じの繰り返し でただそのウィーンっていう街がそのモーツァルトだったりベートーベンだったりブラームスだったり、そういう大作曲家をこう遠く感じていた人が住んでいた街なので、やっぱりすごく身近に感じたし、でなので音楽もやっぱりこう身近に自然、自分にとって自然なものになっていったと思います、8年間で。音楽高校の主専攻は、作曲だったんですけども、自分の中に、ピアノ弾くことと作曲をすることのボーダーがなかったっていうことから、特に、その同級生のピアノ科の生徒がどんな作品を勉強していて、どういう曲をどういうふうに解釈をしているのかっていうことは、間近に見ることができたんですね。で、それでそういうものを、もちろんその大学もその含めて、そういうものを間近に見ることができたのはすごく良かったなと思っています。それがおそらく自分自身の中で、ピアノを弾くっていうこと、作曲することとともにピアノを弾くっていうことが自分の中で、イコールであるっていうことにすごく助けになったなっていう気はしています。それから、大学を出た後なんですけども、やっぱり自分の中ではステージに上がって演奏したいということが、小さい頃から一番強くあったので、そういうことを中心にするとともにですね、音楽に関わることの全てが自分自身にとって、音楽活動であるっていう考え方を持ってやっていきたいなっていうところも、ありましたので、例えばその音楽で生きていくということが人前に出ていってコンサートをする、またはレコーディングをして CD とかレコードを出すっていうことだけではなくって、人を指導すること、演奏教えることっていうことも含めて、音楽に関わることは全て音楽活動っていうふうに考えて、自分の中ではそのボーダーを設けずに、さまざまなことに可能性があるのではないかなっていうふうに考えて、現在まで頑張ってきました。多分今バイオリンを取ったら何にもなくなっちゃうんじゃないかっていうぐらい大事なものになってきました。それはやっぱり仕事をし始めてからというか、こう演奏活動を し始めてからやっぱりすごくバイオリンが好きなんだなっていうのを改めてとっても感じていて、でやっぱりその音楽で一人で演奏するものもありますけれども、こうアンサンブルをしていってっていう中で、こう音楽的なものをこう高め合えたり、コミュニケーションが取れたりとか、それが本当に素晴らしいなと思いますね。石川さんの音色、水沼さんの音色、それらが融合して大きくなって奏でられる音楽、訪れた観客が皆圧倒されます。そのお二人が音色にこだわって演奏したプレイヤー祈り、情緒豊かで刹那的なバイオリンと、生き生きと力強くでもそれでいて優しく繊細なピアノが織りなすアルバムです。まずこの CD を
レコーディングをした、あの実際に2日間行ったんですけども、そのレコーディングとレコーディングの間に今回 の東日本大震災 の、被災地である宮城県の石巻市の方で演奏をする機会というのをいただきまして、私がその震災 の、 その、 被災地と呼ばれる場所で演奏したということは実は初めてだったんですね。で、やっぱそこから受けることっていうのが、すごくやっぱり大きかったので、なんかこうそういう、もちろんその被災地に対しての祈りでもありますし、何かこう祈りという形であったりとか、あとどういう形かわからないんですけども、その音楽を欲してる方がいらっしゃるとしたら、その方の前で演奏できるっていう機会があれば、それはすごくありがたいことですし、そういう形で演奏できたらいいなというふうに思っています。東日本大震災からの復興への思い。石川さんは地元の千葉で震災を忘れまいと演奏で訴えます。八千代平和事業の一環で開催されたイベントにたくさんの人が足を止め聞き入っていました。音楽をよく聴く方、クラシック音楽とかよく聴く方もにももちろん聴いていただきたいんですけど、バイオリンを生で聴いたことがないとか、そういうあまり今まで縁のなかったっていう人にもすごく身近に感じてもらいたいので、いろんなところで弾きたいです。一人でも聴いてくれる人がいればその人の前で弾きたいし、私が弾いてて、こんな近くでバイオリンって聞いたことなかったとか、近くだとこんな音がするのねとかって言ってくれるのがすごく嬉しいので、今後もそういうことをたくさんしていきたいです。今 の、 子供さん、これから10年20年経った時に社会を支えていくお子さんですよね。その方たちに音楽っていうものを伝えられたらいいなと思いますし、さまざまな経験をこれから積んでいってもらえたらいいなと思うんですけど、その中に、音楽っていうものがきちんと認識されたらいいなと思うし、そういうことに対して、何らかこう自分が微力ながらでも寄与できたらいいなっていう気持ちもあります。たくさんの人にもっと気軽にクラシックを聴いてもらいたい。私たちの身近に音色の達人はいるのです。達人の道、音色の達人。バイオリニストの石川ひろ子さん、ピアニストで作曲家の水沼俊和さん、2つの音色が1つになったプレイヤー祈り。情緒豊かで刹那的なバイオリンと、生き生きと力強く、でもそれでいて優しく繊細なピアノが織りなすアルバムです。それでは7月に開催されたティータイムコンサート、チェリスト諸岡由美子さんも加わった音色の達人によるチャイコフスキーピアノ三重奏をお聴きください。
イオリンもすごい良かったですし、チェロもあの音の大きさがすごかったですよね。太い音とあんなに音がするものかっていうぐらいすごかったよね。もう感動しました。本当に素晴らしい演奏で、感激しました。あれだけ間近なところでプロの方の素晴らしい演奏を聴けるので、もうとても贅沢な時間です。本当に楽しかった。楽しかった。音色の達人、いかがでしたか？クラシックは難しくて敷居が高そう、そんな風に思っていらっしゃる方は少なくないでしょう。でも気づいていないだけで、クラシックはとても身近に私たちの生活に溶け込んでいます。音楽家たちがそれぞれ持つ音色を堪能しに、コンサートに出かけたりアルバムを聴いたりして、至福の時間を過ごしてください。次回、達人の道は公募の達人。あなたのアイデアが賞金や商品になりますよ。お楽しみに。